人が歩いてるよ。どこ？え、これまずいっしょ。まずいよ。どこ？先週土曜日、車のドライブレコーダーに映ったのは高速道路上を歩く2人組の姿でした。110番通報。目撃者の車が神奈川県から静岡県に入ってすぐ東名高速道路下り足柄サービスエリアに入ろうとする直前の出来事です。左前方にあの老人2人が歩いているところを発見しまして、本来ありえない状況だと思うのでこれはまずいなと思って。前を歩く男性はグレーのジャンパーにズボンと動きやすそうな服装にリュックを背負い、左手に白い紙のようなものを持ち、後ろを歩く女性もまた動きやすそうな服装をしています。登山か、まあ、ハイキングみたいなような雰囲気の格好をしていて、2人連れ添って歩いているようなお散歩気分じゃないですけど、まあ、そんな感じで歩いているような雰囲気でした。故障とかで助けを求めてるっていうような雰囲気ではなかったですね。高速道路上を歩いていた2人は一体どこから侵入したのでしょうか。2人が歩いてきた方向には高速バス乗り場があり、料金所を通らずとも高速道路に入ることができますが、ここから入ったかは分かっていません。通報を受けて保護した静岡県警によると、2人は静岡県外の高齢の夫婦で、認知症の様子はなかったといい、事件性もなかったということです。ネクスコ中日本管内では2021年、高速道路への歩行者侵入が347件発生していて、歩行者を見つけた場合は警察に通報、もしくは道路緊急ダイヤルシャープ9910に電話してほしいとしています。